ございます。ここはウユニの列車が墓で墓場周りよ、はい、列車の墓場だよ。みんな映ってる全世界に発信されてるよ。YouTube だ。そうだよ、 YouTube です。どうもウユニです。今これだけですもんね、前半。違う。スペイン語志保さんの、はい、列車の墓の解説です。よろしいですか。はい、もちろんです、はいはい、こちらはどういうことですか。これは私、鉱物を運ぶために使われていた列車が放置されていたところです。で、大体25年前とガイドさんは行ってました。近くにある6時間ぐらいバスで行くと大きな鉱山の町がありますね。ポトシですね。はい、よかった。ポトシとここを結んでいた列車なんです。しかし今は残念ながらなくなりました。みんなで回りましょう。はい、うざい、うざい、間違えました。終わり。皆さん、はい、来たよ来たよ来たよ。湖面は水です。そして回ってみましょう。180度。すごいよ、すごい。これがウユニ塩湖の水があるところである。へー、ね、鏡です。ちょっと鏡を映すから待ってな。皆様、サンセットの時間です。すごい映りがいいよ、ね、サンセットはどこ。こっち。うわー、来た来た。サンセット OK。サンセット。俺がサンセット。そう。サンセットだけどこっちは？ドン天で、なんだろう。地獄みたい。お、雷。すごい。夢だよ。夢での頭に雷が落ちたよ。俺か。映る映る映る。車が曇天に突っ込んでくよ。これは来た来た。消えていくよ。暗なところに。さーっと消えていく。ペロペロ。こんなもんでしょ。